もう一枚いきます。ラジオネームかきぴーさんからのメールです。すみれちゃん、ひよりちゃん、そして伊勢さん、こんにちは。こんにちは。2話でノーマンがレイに好きだからエマには笑っていてほしいんだというシーンがありましたね。いつもは11歳とは思えないほどの頭の良さを持っている天才ノーマン、しかしここはああ11歳の恋だーと思いました。このシーンでノーマンに心を奪われたファンも多いでしょう。レイもこれから期待ですね。そろそろノーマン派とレイ派に分かれてくる頃だと思いますが、お二人はノーマン派ですかレイ派ですか？私はレイ派です。お、ありがとうございます。カキピーさん、ありがとう。レイ派かな。なびいちゃうな。やばいやばいやばい、揺れちゃうな。いやでもこれは悩むよね。悩むね。これは悩ましいね。どっちもなんかやっぱ全然違うかっこよさがあるから。違うからね、全然ね。どうですか？どうですか？あの、はい、ノーマンと付き合ったら苦労が絶えなさそう。なぜかっていうと、はいはいはい、ノーマンって優しいじゃん。はい。あ、自分にだけ優しくしてくれるならいいんだけど、周りの女の子たちにも、はい、大丈夫とか、あ、手持とうかとか、荷物持とうかとか、なんか髪切ったとか、なんかナチュラルにそういうのがすごい言えそうなタイプだと思うの。で、それにいちいちやきもち焼いちゃいそうで、はいはいはい、だけど、レイは、はい、逆にすごいそういう部分不器用な気がして、付き合ったら周りにはなんかもう目もくれずっていうか、周りにはすっごいぶっきらぼうな感じなんだけど、その私にだけは優しいみたいな。確かに確かにそうだ。だから、はい、迷う。なんか今伊勢さんの解説を聞いてキュンキュンしてしまいました、うんうんうん、確かにそうかもしれない。でもあれでしょ、すみれちゃんはもう生粋のノーマンでしょ、はい、そうなんですか。私はもうノーマンにやられちゃってて。どの辺いや、なんかもう私エマを演じてるっていうところもあってか、やっぱりそのノーマンにそういう言葉を投げかけてもらう、そういう言葉っていうかちょっとキュンってなる感じじゃないですか、キュンとなるような言葉を言われるのがお芝居の中でも結構あって、うん、なんかそういうの聞いてるとなんかやっぱりかっこいいなって思ったんですよね。好きだとか、なんか第1話のところでも、あのベッドのとこに背もたれこう寄りかかって、なんか逃げようみたいな、あんな暗いところであんな近さであんな優しい目で言われたら、私はもう落ちちゃいますよね。なんかずるいなって思います。ノーマンはすごい女の子をこう手のひらで転がしてるような、そうね、でも転がされたいっていうなんか欲望もあって、でもこれは悩むな。さっきのその伊勢さんのおっしゃってたこともあるけど、なんかどっちがいいかな。付き合うってなったら、付き合うってなったら、いやー、そうや、そうだよ。例えばさ、なんかあの、例えば女の子がさ、はい、なんかノーマンにさ、はい、ねえねえノーマン、今日一緒にご飯食べようって言ったらさ、絶対ノーマン断らないと思うの。断らない。いいよ一緒に食べようっつって、うん、あ、エマも一緒に食べようよって多分誘ってはくれると思うんだけど、はい、みんなで一緒に食べようになると思うの、はい、だけどレイの場合は、はい、ねえねえレイ一緒に食べようって言ったら、あ、ごめん俺エマと一緒に食べるからって多分断ると思うの。やばい、あ、多分そう思わない？そんな感じしない？他の女子とは喋らないみたいな、いや感じになってくれそうな気がして、いいな、いいな、この胸の高鳴りは来い。やばい、役ね場にすごい恋愛感が。ちょっといいですね、こういうイフ。いいですね、ラジオでしか話せない。確かにそうですね、楽しい、うんいやー、はい、悩ましいですね。悩ましい。決められない。はい、でもすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回のメールは以上です。はい。この番組では、ヤクネバのご意見、ご感想はもちろん、私たちへの疑問、質問、応援、激励などなど、メッセージをお待ちしています。ヤクネバ公式サイトのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしています。